それでは次にですね正射影について考えてみたいと思います正射影というのは直線や平面に垂直に影を下ろした点ですねベクトルですねそこに移すというものですでこの正射影ですがこれは線形性を持つでしょうかということですね持つなら表す行列は何でしょうかということを考えます正射影というのは 考えてみればこの対称移動ですね、まあ、直線なら直線平面なら平面に関して対称に移動する移動するのと移動した先ですねそれと元の影とのちょうど中間地点になるわけですね。ですから鏡に映った世界とちょうど真ん中のところにちょっと鏡の面のところに当たるところが垂直にその鏡に下ろした先ということになるわけですね。 ですから式で書くと、x の正写 A の移り先は対象移動した点と idx と書いてありますよ。これは高等写像ですね。だから、高頭写像というのは x そのものですけれども、x との和の2分の1ということになります。で、高等写像を表す行列は E ですから、これは、まあ、仮に f を表す行列が A だとすると、 分のの ax ex プラスという,ふうに書くことがで,きますでここでま行列の行列とベクトルの積の分配法則を使うとこのように書くことができます。これはつまり何を意味しているかというとこの2分の 1a たす e っていうのも行列ですから px は2分の 1a たす e という行列の定める線形写像であるということを言っているわけですね。 まあ例えば前回やりましたような y イコール 2x ですかねに関する対称移動正社員を考えると対称移動と1001との和の半分ということでこのように計算することができます。もちろん1変換であることは分かっていますから1001の移り先として求めても構いませんし一般の xy の移り先で計算してもできます。 まあ、いずれにしようですね、一次写像があるときにその一次写像の和というのをですね f たす g っていうのを、まあ、要するに x に対して fx たす gx を対応させるものというふうに定義しておくと f たす g は一次写像であってそれを表す行列は a たす b という行列になるということそれからスカラー倍ですね今2分の1倍しましたけども2分の1倍っていうなどのスカラー倍もこのように定義すると まあ CF は一時写像であって、それを表す行列は CA であるということが分かるわけですね。では次に合成を考えてみましょう。仮に今 F をですね、R2 から R2 への一時変換で行列 A によって定まるものとします。G の方を R3 から R2 の一時写像で B、行列 B によって定まるものとします。そうすると A は 2×2 の,の正方行列で G の方は 2×3 の行列ということになりますそうすると F0G という合成写像が定義できるわけですが G は R3 から R2 ですから G×X というのは R2 のベクトルでそれを F で写したものが F0G×X ということになりますで1位写像を合成したものは1位写像かどうかは今まだわからないわけですが この f で移すということは行列 a をかけるということなので a かっこ g かっこ x ということになりますで gx というのは今 bx ですね b をかけるものなのでこうなりますつまりこれは a かっこ bx ということですね x に b をかけて a をかけるでここで行列の積の結合法則を使うとこれは ab という行列をかけてから x をかけたものですから 結局この結合法則によってこれは x に対して ab をかけた行列を対応ベクトルを対応させる一時写像であるということになりますつまり一時写像の合成は線形写像であって表す行列は行列の積になっているということが言えます例えば y=x に関する対称移動は全体を −45 度回転してそして x 軸に関して対称移動して そして45度回転して元に戻すということをやるとちょうど y=x に関する対称移動になります。で、マイナス45度回転はこのような行列になって、x 軸対称は1,0,0マイナス1ですね。y 方向が0,1が0マイナス1に移ると。1,0はそのまま変わらないと。で、再び45度回転で戻すと。で、これを計算すると、後ろ側2つを先に計算して、こうなりますね。 で、最後にこれを計算すると、と、まあ、これは分かってるわけですけども10は0101は10ですから x とは入れ替える変換なのでこのように書けるわけですが、はい、ずれにしろですねこのように行列によって表される位置変換の合成は再びその行列の積によって表されるということが分かったわけです。